引っ張った、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって3-0、カープがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のピンチ、迎えるは4番小園、ここで犠牲フライ、ホークス先制を許します。2回の裏、チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、同点のチャンスを逃します。4回の表、ワンアウト一塁の場面、バッターは指名打者宇草、勝負に来たところを捉えました。ホークス2点を追加されます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。はい、サード取った、アウト、ワンアウト。打順は4番小園、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。タイミング合ってましたね。ストレートを狙ってたかもしれませんね。打ちました、流しました。この当たりはどうか、レフトの前に落ちました。ヒット、小園ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。打順は5番末永。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ランナースタート切ってきません。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。少し警戒しておきたかったですよね。打ちました、今宮、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。さあそして打席には宇草が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですね。低めストライクになります。打ちました、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。カープサードランナー残塁に終わりました。3-0、カープがリードしています。カープのピッチャー6回の裏、ホークスの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号24、黒羽、マウンドに上がります。バッターボックス柳町、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ホークスビハインドで迎える6回の攻撃です。
打ちました。ショートが前に来る。取った。アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター佐藤、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。またファウル。さあ3球目は何か。変化球空振り。ツーアウトになっています。バッターボックスには2番今宮。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。飛びついて掴んだ。一塁送球アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう。このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって3対0カープがリードしています。これから7回カープの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。フェルナンデスマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、僅差での勝負となってますんで、この回1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。まあそうですね、これ以上点はやれないですから、まずはミスをしないことですよね。はい、ミスが命取りになりそうです。低めは外れました。引っ張った。これはどうだ。中村、素晴らしい反応を見せた。アウト。スタンドのファンも沸いています。いい動きでした。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。バッターボックス矢野、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですか。ワンアウトランナーありません。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。あっと、取れない。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。矢野、ヒットが出ます。ワンアウトランナー二塁となりました。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこの回で点差を広げられると厳しくなるでしょうから、丁寧にいってほしいですね。うちのボール打った。この打球はフライになっています。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。1球でアウトが増やせたのは大きいですよね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには1番の秋山入っています。もう1球アウトローへ。これも見送りました。難しい球はストライクになります。このピンチ空振り三振に切って取りました。三振でピンチを切り抜けました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3対0カープがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンホークスの攻撃に入ります。ソフトバンクホークスラッキーセブンの攻撃になります。栗原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ホークスビハインドで迎える7回の攻撃です。
ちょっと手が出ないところですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ストレートを持ってきました。ワンボールツーストライクです。インサイド右中間へ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の山川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。黒羽まずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目、打ちました。痛烈、ショートの右抜けました。山川、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。初球ボール、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。次が3球目、この球は落としましたが決まりません。ここはバッターの狙いがわからないならアウトローのストレートですね。なるほど、そうですか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。得点圏にランナーを進めています。落ち着いていました。おそらくボールがよく見えているんでしょう。フォアボールで一塁に歩きます。内から入りました。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。改めてお聞きします。バッターの中村、バッターとしてはどういう特徴がありますか？いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。ああ、そうですか。いい当たり、ライナー抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。つなげなかったですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には7番の広瀬入っています。うちのボール打っていった、掴んでスリーアウト。反撃は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがオークス得点には至りませんでした。7回終わって3対0カープがリードしています。8回まで来ましたカープの攻撃。バッターは2番野間、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあ、どういうリードになるんでしょうか。ホークスビハインドで迎える8回です。さあ、小宮山さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。まあそうですね。この終盤に点を与えないことですよね。打ちました、流しました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあ、これ以上点差を広げられたくない場面、一塁にランナーを許しています。バッターは菊池、
そして塁上には野間。まあ盗塁もありえるんで注意しておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ走りやすいカウントになっています。4球目は何で来るか。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。痛いですよね。ここは得点圏、このピンチ見逃して三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスには小園が入ります。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。なるほど、そうですよね。